ミルカ・デュノーは、ベネズエラのカラカス出身の女性レーシングドライバー。インディカーシリーズやアルカレーシングシリーズに参戦した。彼女は、デートな24時間レースで、最も上位に入賞した女性ドライバーとしてよく、知られる。デュノーは、元モデルであり、そのことで注目を集めた。その経歴は遅咲きであり、得意なものである。彼女がレースを始めたのは、 ベネズエラで自動車クラブのクリニックに参加したことがきっかけであった。レースを始めた時の年齢は24で、レース前の経歴は主として学術的なものであった。彼女は修士号を持ち、選択工学、海洋ビジネス、生物海洋学に通じ、造船技師として働いた経歴を持つ。 ベネズエラの GT チャンピオンシップでランキング2位となる。1998年にはベネズエラポルシェスーパーカップ選手権で4位となる。1999年にアメリカ合衆国に渡りレーシングスクールに入校。2000年にはバーバーダッジプロシリーズに参戦した。デュノーはアメリカでのフェラーリチャレンジレースで優勝した初の女性ドライバーであり。 また彼女にとって初のタイトルであるパノス GT シリーズのタイトルも獲得した。2000年後半にはアメリカンルマンシリーズにデビュー、初の女性レーシングドライバーとして表彰台に上り、脚光を浴びた。2001年にはデートナ24時間レースに参戦、また翌年にはルマン24時間レースにデビューした。2001年と2003年には ワールドシリーズバイ・日産ヨーロッパのオープンホイールシリーズマイナスに参戦し、同シリーズで初めてポイントを上げた女性ドライバーとなった。2001年にはまたアメリカン・ルマンシリーズの LMP675 クラスで4勝を上げ服ドライバーとしてタイトルを獲得した。その4勝の中にはプチルマンも含まれた。2004年にも LMP675 クラスで プチルマンに勝利している。2004年、デューノーは、ロレックスグランダムシリーズに、フル参戦、ハワードボスモータースポーツに加わって、ポンティアック・ライリーのデートナープロトタイプをドライブした。2006年には、サマックスモータースポーツに加入する。2007年のデートナー24時間レースには、ライアン・ディエル、ダレン・マニング及びレギュラーパートナーの、 パトリック・カーペンティアと組んで参加し、2位に入賞した。デューノオは、史上最高位の女性ドライバー及び、ベネズエラ人ドライバーとなり、それは1982年に、エルネスト・ソトが記録した5位を塗り替えるものであった。ロレックスシリーズで、デューノオは、歴史的かつ印象的な勝利を3度挙げた。2勝は、ホームステッド・マイアミ・スピードウェイで、1勝は、モントランブラインであった。 マイアミでの初勝利は、デートなプロトタイプをドライブして、ファステストラップを叩き出した初の女性ドライバーとなった。デュノーは、シリーズで3勝を挙げた他に7度の表彰台を獲得、トップ5フィニッシュは10回、トップ10フィニッシュは18回であった。テストドライブするデュノー、ホームステッドマイアミスピードウェイで200、2008年2007-2006年12月14日、 カーヒルレーシングのオーナー、ラリー・カーヒルはチームが、デュノーと契約し、R ・インディカーシリーズの2007年シーズンに参戦させる、ことを発表した。しかしながら、チームは、結局参戦することができず、その結果2007年3月23日、デュノーと彼女が所属する、グランダムシリーズのチームであるサマックスモータースポーツは、 シット号のスポンサーを受け、インディカーシリーズ10戦に参加するための機材を購入したと発表した。10戦の中には、インディ500も含まれた。また、デューノーは、グランダムシリーズにフル参戦しないことも発表された。2007年4月26日、デューノーは、カンザススピードウェイでのルーキーテストを守備よくパスした。 2007年4月29日にカンザススピードウェイで開催されたカンザスロタリーインディ300は北米オープンホイールシリーズ史上初めて3名の女性ドライバーが同時に走行したレースとなった。デュノーはトラブルのため予選を21位で通過し決勝は14位で終わった。2007年5月6日、デュノーはインディ500のルーキーテストに合格した。 この年のインディ500は、史上初めて3名の女性ドライバーが参戦した、レースとなった。デュノーは5月19日に予選を通過し、バンプデーを含めて、彼女の速度は2番目に遅かった。ダニカ・パトリックとサラ・フィッシャーは5月12日と13日に、それぞれ通過していた。デュノーは2名のルーキーのうちの1人であった。彼女は65周目にクラッシュし、31位で、 フィニッシュした。2008サマックスは2008年インディカーシリーズへの参戦を取りやめると決定した。デュノーはドレイヤーレインボールドレーシングと契約し11戦に参加することが決定した。スポンサーはシットゴーが務めることとなった。チームメイトはインディ500で優勝経験を持つベテランのバディライスでシーズンを通じてデュノーは 少しずつ進歩を見せ始めた。タウンゼントベルが、ドレイヤーレインボールドの23番車を7戦で走らせる。契約を結び、デューノーは、その間参戦することができなかった。2度目の挑戦となったインディ500では2週目の週末に予選通過した。決勝は19となり、ダニカ・パトリックは22位、サラフィッシャーは24位だったため女性ドライバーとして、 最上位でのフィニッシュであった。女性ドライバー全員がレース中アクシデントに巻き込まれたが、デュノーはピットでの作業後レースに復帰し、完走した唯一の女性ドライバーとなった。2009シーズン前はホームステッドマイアミスピードウェイで行われたニューマンハースレーシングのテストに参加したが、2009年もドレイヤーレインボールドとパートタイムで契約した。 ドレイヤーレインボールドは、デュノーが参戦しないレースを、ダレン・マニング、トーマス・シェクター、ロジャー・ヤスガワに、ドライブさせた。彼女は16位が、最高位で、ランキングは24位であった。2009年12月、アルカのテストが、デートナインターナショナルスピードウェイで行われ、デュノーは9名参加した女性ドライバーのうちの1人であった。 その中には、インディカーのライバルであるダニカ・パトリックもいた。2010& チャレンジズ2010年3月4日、デールコインレーシングは、デュノーと契約、彼女が2010年のインディカーシリーズに参戦することが発表された。インディ500で、デュノーは予選通過することができなかった。そして、7月に行われたホンダインディエドモントンで、 最小限の標準パフォーマンスを満たすことができなかったとして、R は彼女の参加を執行猶予とした。デュノーのパフォーマンスに対する批判は、スピードが安全のためには遅すぎることと、ペースの速いレーサーが追い抜く際に、自らの走行ラインに固執する点に集中した。夏の間に行われたワトキンズグレンでのレースでは、 トップ10フィニッシュの中で最も経験豊富なドライバーとなり、これはチームオーナーのデールコインの記録に次ぐものとなった。2010年8月28日、デュノーを含む5名の女性ドライバーが予選を通過、決勝に進出し、これはインディカー史上初めてのことであった。デュノーは26位で予選通過し、19位でフィニッシュした。 バーバーダッチプロシリーズインディカーシリーズインディアナポリス500ネーションワイドシリーズキャンピングワールドトラックシリーズ K&N プロシリーズイーストありがとうございます